彼はオリンピック4大会に出場し、個人総合2連覇を含む7つのメダルを獲得。世界体操競技選手権でも個人総合での世界最多の6連覇を含む19個のメダルを獲得しています。この方は内村航平選手です。内村航平選手は1989年1月3日生まれ、日本のプロ体操競技選手です。体操一家に生まれ、両親が開設したスポーツクラブ内村で3歳から体操を始めました。2008年初めてのオリンピックとなる北京五輪では団体銀メダルに貢献、さらに個人総合決勝では銀メダルを獲得しました。2012年ロンドン五輪では団体決勝でチーム一丸となって銀メダル獲得に貢献し、さらに個人総合で念願の金メダルを獲得しました。2015年は跳馬で大技リ・シャオペンを成功させるなど、世界選手権の団体総合では37年ぶりとなる日本の金メダル獲得に貢献しました。世界選手権での通算金メダル獲得数は8個となり、日本人選手歴代単独1位に。名人のお話をもっと聞きたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。